ヒートのタイミングは平気なのか。もともと干渉しないって約束じゃないの。行くな、ヨータ。ダメか。こんなに強く求められたら勘違いしてしまう。安全て。オメガの俺の嘘つき薬指。本当に何にもないんだって。あんな高級マンション住んでる知り合いなんて聞いたことない。ヨータ、マンションから出てきたところ見られた。まさか買い物中の池谷と鉢合わせるなんてな。指輪してなくてよかった。なんか変なことしてるんじゃ。活動的な。してないって。まあいいけど。で、予算どうする？最近忙しいの？弁当多いよね。来春のプロジェクトを抱えててな。その仕事をしてる。この間まで見合いの話と板挟みにされてたんだ。今はヨータがいるからむしろ楽になった。一応俺役に立ってるんだ。へえ。どこか行くのか？卒業旅行だよ。まだ先だけど、海外どこ行くか決まんなくて。レイも行く？冗談だけど。うん、旅行行くか。ん？ちょうど息抜きしたかったんだ。来月どうだ？え、俺と？ああ、いいけど、他の人とじゃなくていいの？ゆうとくんとか。いい年の独身男二人って。まあアルファだし目立ちそう。いいんだ、ヨータと行きたいから。そう。前はどこに行ったの？モルディブだ。いいな。彼女と？まあ。ヨータも恋人と旅行に行ってたのか？さすがに国内だけどね。前もアルファと付き合ってたのか？いや、ベータだけど。なんでこんなこと？海外で探そうか。俺が出すから。そういうのはダメ。自分で出します。てか、そんな長い休み取れるの？忙しいんだろ。この日しか空いてないな。じゃあ温泉はどう？箱根とか。海外からかなり近場になったな。じゃあシフト出しとく。すまない、来週急に会議が入って。調整を掛け合ってみるが。いいって、もともとが急だったし。キャンセルだけお願いしていい？どうしたの？ちょっと旅行がダメになっちゃって。旅行？専務との新婚旅行？いやいや、普通の息抜きです。専務も人間なんだな。息抜きって、あんなに仕事マンなのに。どこに行く予定だったの？伊豆の温泉。仕事だし仕方ないんですけど。また次があるって。お先。ヨータ。俺とそこ行かない？え、でも忙しいんじゃ。来週だよね、確か予定ないし。でも、もうキャンセルしちゃってるかも。それなら、そうだ、最近実家帰った？春に帰ったきりかも。
内定の報告しに行くのはどう？本当にいいの？俺もヨータのお母さんに会いたいし。それとも俺と旅行するの、レイは許してくれないかな？いやいやいや、ただ実家帰るだけだし。でもレイもいないし、いい考えかも。そうしよっか。そう、来週帰るから。はいはい。ただいま。おかえり。旅行の件悪かった。いいよ、しょうがないし。俺その日に実家帰ろうと思って。なら優斗くんと行ってくる。え？今日たまたま会ってさ、一緒に行こうってことになったんだ。だからレイも俺のこと気にしなくて大丈夫だよ。ヒートのタイミングは平気なのか？まだ先の予定だし平気でしょ。前みたいに急に何かあったらどうするんだ。しかも葛西となんて。優斗くんとはそういうこと起きたことないけど。なんでそんな言い方。でも葛西もアルファだ。俺実家に帰るだけなんだけど、それって例の許可必要なの？別に誰とどこ行っても関係ないだろ。もともと干渉しないって約束じゃないの？言い過ぎだ。そのちゃんと薬も持っていくし大丈夫。ああ。仕事落ち着いたら今度こそ旅行行こうよね。気をつけて。夜何か買っておこうか。遅くなるからいい。今日は夕飯どうする？食べて帰る。明日は楽しんできてくれ。あれからずっと話せてないのに帰りどんどん遅くなってないか。ヨタ飲まないの？溶けてる。ありがとう。実家の土産っていつも悩むから今日は助かったよ。そう、よかった。旅行のことをレイに何か言われた？え？ずっと気にしてるみたいだから。そんなことないよ。喧嘩したなんて言えない。本当に俺無理に誘っちゃったから、楽しみなの俺だけなのかなって。やっぱレイと行きたかったよね。ごめんごめん、俺もすごい楽しみだよ。うそ、ちょっと拗ねてみただけ。母さん優斗くん大好きだったから一緒に帰ったらうるさそう。引っ越したのいつだっけ？俺が大学入る頃かな。ゆうとくんって友達いないの？いつも一人だよね。じゃあ俺がまだ小学生の時か。そうだ、気づいたらいなくなってて寂しかった。黙って言っちゃってごめんね。いろいろ親の方針とかあって。全然しょうがないよ。
陽太んちの近くのホームセンターってまだある？あそこショッピングモールになったんだよ。え、そうなの？霊がいたら絶対目立つだろうな。それに何もないから困惑しそう。それでさ、確かに霊のことばっか考えてる。俺やっぱちょっと寂しいのかも。今度霊も連れてけばいいかな。あれ、靴。霊帰ってたの？なあ、自分の部屋で寝たら体痛めるよ。早く帰るなら言ってくれればいいのに。俺明日7時に出るから。熱だ。レイ、大丈夫？いつから？どうしよう、誰か。そうだ、電話。かかりつけの医者とかいんのかな。ゆうとくん、行くな。ヨタ、どうしたの？あ、ゆうとくん。レイってかかりつけ医みたいなのいる？え？今帰ったら熱出してて。え、大丈夫なの？多分、ただどこに連絡したらいいかわからなくて。わかった、こっちで手配する。俺も家行こうか。大丈夫、ゆうとくんに移っちゃうとまずいし。過労ですね。あが妻さん、たまにあるんですよ、昔っからね。まったくもうオーバーワークになりやすいというか。よく休ませてくださいね。ありがとうございます。ここんとこ本当に無理してたもんな。重かった。起きた？具合どう？久しぶりにしっかり寝た。ならよかった、疲れてたのな。ヨタ、明日早いんじゃん。ああ、まあそうなんだけど。レイ、嫌なの？俺がユート君と旅行行くの。なんで？さっき言ってたから。だって今は一応俺の婚約者なのに。葛西と実家に行くって。でも優斗君はそう言うんじゃ。それでも嫌だ。なんで笑うんだ？だって子供みたい。待って待って、調子悪いんだろ？寝たから平気だ。でも火取ってわけじゃない、応急処置ってわけでもない、理由がないのに
ヨタ。ダメか。こんなに強く求められたら、勘違いしてしまう。霊に噛まれてもいいって思うなんて。霊の調子どう？もし厳しそうなら明日リスケしようか。せーの、アンジェンテ。アンジェンテは月が見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったらチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。オメガの俺の嘘つき薬指は全国の書店、電子ストアで大好評発売中。動画にはないシーンやセリフもありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。好きなものを好きなだけ、今日がちょっといい日になる、そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援、よろしくお願いします。